地下鉄千日前線野田阪神駅との連絡口コンコースにある野田富士のタイル壁が2番線ホーム。海老江駅は大阪府大阪市福島区海老江5丁目にある西日本旅客鉄道 JR 東西線の駅である。駅番号は JRH46。駅シンボルは東駅周辺が富士の名所であったことにちなみ野田富士である。駅カラーはベージュである。 以下の駅と近接している。計画時の歌唱は、野田阪神駅となっており、他社の名称が、駅名に含まれる可能性があった。また、エビエにしたのは、大阪環状線の野田駅と区別する意味合いを持つ。他社名の入る駅名としては、野田阪神駅の他に、京都市営地下鉄東西線の三条京阪駅、三義鉄道三義線近鉄戸田駅がある。かつては、 京成電鉄千葉線の国鉄千葉駅前駅があったが、国鉄分割民営化を機に京成千葉駅と解消されている。島式ホーム一面二線を持つ地下駅。改札口は一箇所のみ。改札外の北新地寄りにある連絡通路から地下鉄千日前線野田半神駅へつながっている。また、地上への出入り口は野田半神北交差点付近と野田水道局前。 交差点付近に一箇所ずつで、阪神電車への乗り換えは、全車の方が便利である。1992年4月3日、付近の建設現場で、地下水が車水壁を破って浸水し道路を、陥没させる事故が発生し、民家34個に被害が出た。これが原因で、JR 東西線の開通は、当初より2年遅れることになった。また、駅の地上につながる、 各出入口付近には、淀川の氾濫を想定して重厚な水防壁が設けられている。株式会社 JR 西日本交通サービスによる業務委託駅かつ移行か利用可能駅。日中時間帯は1時間あたり、区間快速、普通電車がそれぞれ4本の合計8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。すべての列車が停車する。 2019年度の1日平均乗車人員は1960人である。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。出店、ありがとうございます。